パウエルナツラは、ポーランドの柔道家、総合格闘家、ワルシャワ出身、チームナツラ所属。1996年、アトランタオリンピック男子柔道 95kg 球金メダリスト。身長 185cm。一本背負い投げやくつきた押しを自在に使いこなす。立ち技の腕も、去ることながら、その寝技の実力は、ヨーロッパ随一と言われ。 バルセロナ、アトランタ、シドニーとオリンピック3大会に連続出場。アトランタオリンピックでは 95kg 級で金メダリストとなった。山下康弘を上回る公式試合312連勝の記録を持つ近代柔道史上屈指の名選手。ポーランドの首都ワルシャワでフィットネスクラブ、夏ラ柔道フィットネスクラブを経営し、実業家として成功している。クラブには 柔道場も併設されており、夏ら自ら初心者、一般、女性、子供たちに柔道を教えるクラスがある。ちなみに、名前のポーランド語での発音に、忠実な日本語表記は、パェウナストゥーラであり、パウエル夏らは、英語風のリングネームである。一時期、パウエルナスツラとも表記された。1996年アトランタオリンピック柔道 95kg 級で、優勝し、 金メダルを獲得した。2005年2月20日、ヨアンナ・プジント・プライド29をリングサイドで観戦した。2005年6月26日、プライド初参戦となった、プライドグランプリ2005セカンドラウンドで、アントニオ・ホドリゴ・ノゲーラと対戦し、マウントパンチで TKO 負け。2005年12月31日、プライド男祭り2005で、 エメリア・エンコ・アレキサンダーと対戦し、スリーパーホールドで一本負け。2006年7月1日、プライド無差別級、グランプリ2 0 0 6に n d ラウンドで、エジソン・ドラゴと対戦し、腕ひしぎ十字固めでプライド初勝利を挙げた。2006年10月21日、アメリカで開催された、プライド32で、ジョシュ・バーネットと対戦し、アンクルホールドで一本負け。 試合後の薬物検査でステロイドの陽性反応が検出され、ネバダ州アスレチックコミッションから9ヶ月の出場停止と6500ドルの罰金を受けた。2008年8月24日、戦局発参戦となった戦局第4陣でヤンドンイと対戦。2ラウンドに近的攻撃を主張し、股間を抑えてひざまついたところ、レフェリーに 繊維喪失と判断され TKO 負けを喫した。ありがとうございます。